オスマン帝国の皇帝は、1299年から1923年10月29日まで、オスマン帝国で用いられた称号。36代624年間にわたって、現在のトルコ共和国の地に君臨し、現在のトルコ人の元となった。歴代君主の故障は、現在の研究者からは、スルタンと呼ばれ、実際の君主たちもイスラム的な権威をまとった。 君主号として、これを使用したが、これ以外に公的文書に、一義的に君主を示す場合には、パーディシャーを使い、スルタンの称号だけならば、他の王族や危険にも使用されている。また、イスラム世界の指導者的称号である、カリフも村と二世の頃から自称的だが、秘文や名文に使用され始め、16世紀以後、アラブ地域の支配を固めるにつれ、元来は、 クライ族の実がつけるカリフィに、トルコ人のオスマン系はつけないしきたりだったが、オスマン帝国の大宰相も務めた文人リトフィー、パシャやイスラム長老のエビュッススードなどの用語もあり、オスマン帝国のスルタンがカリフを兼ねる、スルタンイコールカリフ制が行われるようになった。スルタンの称号を使うようになったのは少なくとも、オルハンの時代からで、彼が建築させたモスクに、スルタンの称号が刻まれていた。 次の村と一世の時代にはこれ以外に、藩が使われてたことが彼の建てたモスクの碑文にある。これ以外には、メフメト二世の頃から使われ始めた、藩に由来する、ハーガーンという呼称、要例としては少ないが、アレクサンドロス大王の後継者的な意味合いで、ズルカルナイン、コンスタンティノポリス征服後の、カエセリルーム、後の時代には、セリム一世が、マムルーク長を倒して、 アラビア地方を征服した際の両生徒の守護者なども存在する。ー図、ありがとうございます。